こんにちは、えー。今日僕ね、内定式に行ってきたんですけど、ちょっと内定式で色々やらかしてしまったんで、今日はね、その話をしていきたいと思います。で、話をする前に言っとくんですけど、僕、今さっきね、ほんと今さっき帰ってきたばっかりで、だいぶ疲れてるのプラス、ちょっとお酒をね、結構飲んだんで、あんまり頭が回ってないんで、まあ話半分に聞いてもらえればなと思います。 で、まあ、な、何をね、やらかしちゃっかって話なんですけど、もまずね、もうまず到着時間にね、遅刻したんですよ。なんか、まあ、そもそも、まあ、対面で会って、で、僕の家から会社のオフィスまで3時間以上とかかかるんですよ。普通に。僕田舎住んでるんで。で3時間以上かかる上に、なんか向かってる途中にね、なんか埼玉新都心駅付近で、発煙が起こったらしくて、で、それの安全確認で、 もう周辺のなんかもう京浜東北線とかが止まって、もう電車遅延したんですよ。でさ、まあ何、何まあ余裕持って行けばいいじゃんと思うかもしれないけど、まあ、片道3時間以上とかかかるからさ、そんなね、あの余裕持って行けないからさ、結構ギリ、元々まあギリギリに到着するような予定だったから、まあ電車遅延した時点で間に合わなくて、でしかも、だいぶ遅延したプラス、なんかもう電車の乗り換えの都合で、 結局ね、内定式の開始時間に、まあ、2、30分遅れてしまったんですよ。でも、行ったらさ、もう行ったら、もうほんと、まずもう気まずけてさ、もう僕知らなかったんですけど、まあ、内定式って結構、もう会社の社長もそうだし、なんか、取締役とか、なんか部長とか、結構もう、会社の偉い人が参加するから、もう、だいぶこう、スケジュールをさ、綿密に組んでるらしくて、もう、だいぶもう迷惑がかかってたらしいんですよ。まあ、知らんかったんですけど、まあ、それに関してはもう本当にごめんって感じ。 で、言ったら、でも一応なんか内定者の一人だから、ま、内定式を始めるの待っててくれてて、ま、なんか、なんとかはなったっぽいんですけど、ま、でも、ま、多分企業側、企業サイドもだいぶ俺の印象悪くなったと思うし、で、待ってる間にさ、他の内定者同士で結構話してたらしくて、で、もすでに輪ができてるわけよ。他の内定者同士で。なんかもう、知らんかったんやけど、もうみんな、LINE グループとかも作ってるらしくて、 で俺来たばっかりやからもうひみんなの名前も知らんくてさ LINE も知らんからもうちょっとうわーな気まずいなぁと思ってでもう,もうその時点ちょっともうきつかったんですよもう遅刻しちゃった時点でねうんでそれプラス僕今髪赤いんですよもうこんな感じで見えます、まあ、僕今これプラス髪赤いからさもう入った時点でさもう悪目立ちするしさもうその時点でもうだいぶマイナス評価ないよね第一印象の時点で まあそんなこんなで内定式が始まって、でも内定式の内容とかもよく知らなかったんですけど、自己紹介くらいで終わるのかなと思ったら、自己紹介プラス、なんかもう座談会みたいな、社員を交えたトークみたいなのが始まって、で結構なんかガチっていうかさ、あの真面目なお堅い感じの雰囲気なんよ。で、もう自己紹介も自己紹介でさ、ね、なんか大学と名前言うくらいかなと思ったらさ、 なぜこの会社に入社したのかとかさ、入社後どういうことをしていきたいのかとかを答えなきゃいけなかったらしくて、でもみんなさ、なんか、もうな、な、な,なんて言ってたかなもうなんかこの会社の先輩が素晴らしくて、私もこんな人になりたいと思って入りました、みたいなことを、つらつら言い始めてさ、で、俺何も考えてなかったし、もう一掃いできたからさ、もう汗だくやったしさ、もう全然後は回らなくて、もうわけわからんこと言っちゃって、もうそこでももうね、もうだいぶやらかしてたんですよね、自己紹介とか。で、 逆質問とかのさ、逆質問っていうか、ま、座談会のタイミングで、その、社長とかをまじ、社長とかなんかその取締り役の人とかを交えた座談会があって、そこでなんかその、社員の人に質問しましょうみたいな時間が設けられたりしたんだけど、そんな質問することないからさ、無難なね、なんか、仕事に対するモチベーションはどんなんですかとか、もうそんな質問しかできんくて、で、もなんか、イメージを挽回することもできず、 もうそのまま内定式は終了しちゃったんですよね。なんかその内定、証書授与とかでなんかそういう、あのー、ね、あの、通過儀礼みたいなのを終えて、まあ終わりましたと。で、もうその時点でもだいぶきつくて、うわーもう気まずいし、なんかもう社員からのさ、評価絶対悪いしさ、で、他の内定者とも全然打ち解けられへんし、うわ気まずいわーと思って。で、でも、まあなんとかしてでも、ねえ、 会社で仲良くなれんかったらまじ地獄やん、多分。だから、どうにかして仲良くならんな、とあかんなと思って。その後に、懇親会みたいなのがあったんですよ。まあ、軽くちょっと、会食みたいな。みんなでご飯食べながらお話ししましょうみたいな、があって、でもさ、<laughs> 友達とか作らなきゃいけないっていうのはわかるんですけど、もう僕本当に、コミュ障なんで、もう全然、もうね、無理でね、人と話すのが、 もうほんとずっと隅っこの方でずーっとポツンと立ってたんですよね。もうほんとに、もうほんとにつくり、っていうか会社、会社,社会員陽キャばっかやん。何なんだあいつら怖いんやけど。もうみんなめっちゃ、べら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 喋っててさ、もう怖くなっちゃった。で、なんか、そのーだよね。ね 内定者も女の子とか結構さ、おっさんの社員から話しかけられたりするけどさ、もう俺みたいなこんなブサイクな男のさ、地位牛にさ、誰も話しかけてくれるわけなくてさ、もう俺ずっと隅っこの方で一人でさ、まあ、一応隅っこって言ってもこのまあがあって、な、なんて言うかな。まあがあって、その何人かで喋っとって、その隅っこの方で、なんか話聞いてるふりするみたいな。えっと、俺がここに、俺がこの辺に寄って、あの、 なんか、トーク回しとるやつがこの辺に寄って、この辺のやつがなんか、なんか面白いこと言ってみんなを笑わして、その笑いのなんか、ね、ノリに合わせて俺もちょっとはははってちょっと苦笑するみたいな、そんなことばっかしてて、しんどいなと思ってて、もう全然自分からも話しかけられへんし、もう怖くなっちゃってもう、うわーってなっちゃって <laughs>、ねえ、そう、そんな感じだったんですよね。うん。で、一応なんか二人だけね、話しかけてくれてた人がいたんですけどね、 あの、ま、一人が同じ内定者の人で、なんか僕と同じね、三重県出身の人らしくて、なんか、いや、私も三重県出身なんですよ、って言われて、どこですかって言われて、僕どこどこです、って言って。で、な、で、なんか、そっちどこなんですかって聞いたら、なんか僕は、あの、三重県の中でも、名古屋寄りのところだったんですけど、その人は、なんか大阪寄りのとこで、ま、三重県って結構広いんで、全然なんか話通じへんしさ、知らんし、なんか、 いや、私は大阪の方の近くなんですよ、とか言われて、あ、そうなんや、とか思って。もう全然そんな、同じ県やけど、その知らんしさ。もうそこでもうまく話することができずに。で、もう一人、あのー、21卒の、まあ、ない、先輩、普通に、社会人1年目の社員の人も、なんか、あの、楽しんでるみたいな感じで、多分俺が端っこの方でポツンとしとったから、あの、どうみたいな感じで話しかけてくれた、うん、ですよ。 で、なんか俺その時にね、もうここで俺頑張らんかったらやばいなと思って、無理やり頑張ってテンション上げて喋ったんですけど、もうそれが良くなかったんかね。あの、その、んなんかあんまり、頑張って喋ろうとしたけど、結局多分空回ってね、うまく喋れなかったんですよね。その証拠に、なんかその先輩社員の人とは LINE を交換したんですけど、あの、まあ、内定者懇親会が終わった時に、 今日は楽しかったです。なんか、な、な、まあ、今日はありがとうございましたみたいな趣旨の LINE に送ったんですけど、あのー、6時間くらいもた、6時間も経っていいわ。4、5時間くらいだったんですけど、あの、既読はついてるんですけど、未だに返信は来てないんですよね。お前何でもいいからちょっと、返信よこせよな、もう、スタンプ1個ポツンと送るくらいでもいいやん。もう、せめてなんか返事来るよ。さすがに、泣くぞ俺も。もう本当につらい。ちょっとくらい返してくれてもいいやんと思って。 うん。まあ、そんな感じで、俺は内定式に遅刻して、周りともうまく馴染めずに、内定者懇親会でも、ほとんど誰とも話さずに、ええ唯一 LINE を交換した内定者の先輩の、えっと、社会人1年目の先輩からの LINE も無視されて、ちょっと本当になんか、この先、この会社でやっていけるのか、自分の将来はどうなってしまうのかっていう不安にさいなまれてるっていうお話でした。はい。まあ、なんていうんですかね。 よく聞くじゃないですか。実際内定もらって会社に行ってみたけど、これじゃない感を感じたみたいな。この会社で本当にやっていけるのか、ちょっと合わないんじゃないかみたいなふうなことを感じた人のエピソードとかをよくネットとかで耳にしてたんですけど、ま,あ、まさかね、自分が <laughs> それを体験することになるとは。そしてまさか自分が <laughs> なんかこんな目に合うことになるとはっていうので、ちょっと今すごい。 死にたいです。もう、本当にや。もう誰か助けて。俺のことを殺してくれ。もう嫌や。こんな世界で生きてたくない。助けて。いやはい。まあ皆さんは、会社とか、学校とか、そういう、長い期間ね、所属することになる組織は、しっかりと厳選してください。じゃないと、僕みたいに、多分人生詰みます。 僕は多分あのー、すぐ会社辞める辞めると思いますはいバイバイもう本当に死にたい